ホワイトボードに名前が載ってないのにガーシーチャンネルの流れ玉男こと記者検索です。今日はまた、これ緊急で、動画を撮らせていただいているんですけれども、昨日かな、昨日の朝とかですかね、またなんかちょっと結構僕の SNS とかで DM にたくさんちょっとお便りいただいたりとか、した件がありまして、でそれをちょっと今日はここでお話ししようかなと思うんですが、ガーシーチャンネル東さんね、僕の元、事務所のスタッフの東さんですけれども、東さんがなんか、ガーシーチャンネルの中で創価学会さんのお話を、されたというふうに聞いて、一応現在僕は無宗教といった、形になります。当時もやっぱり自分も結構こう本当にまあ路頭に迷ってた部分もあったり、まあそんな中でね、その東さんの事務所に、所属させていただいてって、まあそのくだりは以前YouTube でもお話ししたんですけれども、まあそれまで自分も無宗教だった、ので、特に何かこうそういった宗教とかっていうものに対してもう偏見ももちろんないですし、そもそも触れてこなかったっていうところだったので、仮で入信をしてみるみたいな段階まで自分のことをこうエスコートしてくださって、で触れさせていただいたんですけれども、自分は当時まあ本当になんて言うんですかね、例えばこう自分の人生がこう晴れますようにとかっていう願いはあったんですけれども、ただ自分としてはその方法論が自分で見出せてない状態、要するに何がやりたいのか、何をしていきたいのか今後っていうものが自分で見出してない中で、ぼんやりした中で、ぼんやりしたものをお祈りするっていうのもなんかすごく失礼なお話ですし、まずは何がしたくて、具体的にどう成功したいのかみたいなものをまず見つけ出すことで、その見つけ出すことっていうのはこれは人の力じゃなくて結局自分の人生なんで、自分で見つけ出さないと、つうか自分しか見つけ出せないことだと思ってたので、逆言ったらその、まあ、東さんも映像でも言ってましたけれども、その時いろいろとお話聞いてくださったり、相談乗ってくださった方々って本当にみんな親身になって本当にいい方だったんです。もう本当に僕涙出るぐらい感動したんです。こんな僕のために集まってくれてお話聞いてくれてなんて、そういうのってやっぱ普通に生きてる中でもないじゃないですか。それだけ感謝してる、方々に対して自分がまだふんわりとしている状態で向き合うのはそれこそ本当に失礼なんじゃないかっていうところから、僕は入信という形には、ならずに、今に至るんですね。なので現状では自分はその無宗教といった形になります。まあちょっと誤解を招いた方々とかいらっしゃいましたら、本当に申し訳ありませんでした。東さん、もう前回のその沖田画寮さんの件もそうだし、今回のこともそうなんですけれども、東さんも本当に僕流れ玉がすごくこう当たってまして、はい、今アニメに出てくるチーズケーキみたいな状態になってますんで、もうね、いやもうこれだからこうなったらもうちょっと僕もですね、もうこれちょっともう東さんをちょっと暴露しますね。いやもうこれもう本当にもうやらしてください。はい、まあ、暴露というか、まあそのエピソードのお話の動画、僕も東さんの見させていただいたんですけれども、ね、これちょっとね、東さんは、分かってらっしゃらないと思うんですけども、僕は分かっているっていうことがありまして、まあ、実際に僕と、東さんとでお祈りさせていただいて、で、東さん曰くは、あんたセンスあるな、っていう、おっしゃったと。っていうお話ありましたけれども、あれ、東さん、違いますからね。あれ、列で言うとですね、まあ、僕がいて。で、その後ろに東さんがいたんです。だから、東さんの声っていうのは、こっから聞こえるわけですよ、僕に。東さん、お祈りちゃんとできてなかったですよね。みたいな感じでしたよね。僕は、しっかり、不器用ながらも言ってましたよ。でも、東さん、僕よりひどかった。東さんにセンスがいいって言ったのは、僕の声に対して反応してくれたんです。つまりですよ。
あのセンスは僕だ。東さん、持ってかないでください、センスを。いや、もうちょっともう、やっぱ東さんにもこう、ね、流れ玉が来てしまったんで、もうさすがに僕もちょっと勇気を振り絞って、暴露させていただきましたけれども。ということで、もう、それよりもね、やっぱりね、僕は、東さんに、やっぱりあの頃ね、僕も音楽を志して、まあ、今も、本当に底辺で頑張ってる感じなんです、音楽。で、やっぱり東さんにいろいろこう音楽、楽曲持ってこいとかね、言っていただいたりもしてたんで、もう正直言ったらもう、できれば本当今の東さんに僕は自分の音楽を聴いてもらいたいっていうのがもう本心ですよ。何度も言うようですけれども、あのお祈りのセンスは、あれは僕だ！東さん。